トーマスのエピソード紹介。今回は、コナーが速く走らないです。コナーが速く走らないは2017年2月に放送されたエピソード。いつもは速いコナーが速く走れなくなるお話です。あらすじは、いつも速かったコナーのロッドが折れて、トラブルに。修理はしてもらいましたが、その故障がトラウマになり速く走れなくなってしまいます。そこでトーマスのアイデアで、スティーブンと競争をして、再び速く走れるようになる、というお話です。あまりに遅く走ったので乗客から、ラクダよりも遅い、とも言われます。コナーの遅さを際立たせるのに、さらに、スキフにさえ抜かされています。コナーをぐいぐい脅すスティーブン。珍しい顔をしています。当時、CG 制作を担当していた ARC プロダクションが途中で倒産してしまい、このエピソードではいくつかの CG が未完成になっているそうです。コナーが主役の珍しいエピソード。ぜひ見てみてくださいね。